はい、皆さんこんにちは。俳優の梶明です。オールドルーキーでお送りします、梶散歩でございます。どうも。今回のゲストはですね、怪我を乗り越えて復帰したあの方への応援です。やってみたいと思います。神セーブや、神セーブや、神セーブや、匂わない。ありがとうございました。カジ散歩。今回のゲストは怪我を乗り越えて復帰しました、カジ散歩初登場かな。いや2回目かな。結構出てます。東口選手です。どうも、お願いします。復帰おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、これ放送されるのあれか、今でも復帰してからまあ3戦、はい、今戦って、どうですか。いや、もう最初の試合は緊張と、うん、で膝大丈夫かなっていう不安とあったんですけど。確かにね、復帰したあれありますね。あ、ちょっと緊張してるなと思ったもんね。あ、ますか。あのさ、久々やからゴールにはならなかったけど、はい、はい、あみたいな、あやってもうたみたいな顔して東がしてたから、はい、あ、これちょっとまだあれ感覚的にあれなんかなと思って。まあ感覚もそうです。まあ見えなかったですけどね、結果オフサイドだったんですけど。まあオフサイドだったね。まあでもちょっとまあ試合感っていうところはありましたね。そんなさ、経験、代表も経験してさ、緊張すんの、怪我から復帰してって。大体の試合緊張してますね。そう、ああサテライトリーグとかあったじゃないですか昔。もうそんなんでも緊張してましたからね。結構緊張しいです。何ヶ月、うん、キャンプ前ってこと。いや、もうキャンプの2日目なんで、もうほぼほぼ1月の、まあ、半ばぐらいなんで。もう半年、半年近く。最初受賞は何やった、どういう。試合中にもうほんまにこうステップをポンってこっちに踏み替えたら、なんかパキって言って、で、あ、なんかちょっと痛いなって思ったんですけど、その試合はやりきれたんですよ。うん、で、まあ、夜とか、まあ、ちょっとこうポワーンってしてきて、うん、まあ、一応次 2,3 日練習休んで、で、まあ、良くなってきたからこう練習したら、なんか膝がずれるっていうか、こうバキってなる、痛いみたいなが結構何回も続いて、これはあかんわと。これはあかんわで最終手術になりましたね。でも今まで膝の怪我もあったもんね、新潟の時も。新潟で前十字2回やってて。まあまあやるね。で3回目の同じ、全部右足です。まあリハビリでもきつかったでしょ。まあでも、まあ前十字の時やってるんで、あのリハビリはもう自分ではそれはベテランと思ってるんで。リハビリ、いや、ベテランになったらあかんでしょ。まあでもしっかりリハビリで積み重ねれたらしっかり復帰できるっていうのは、まあ、経験あるんで、まあ、ちゃんとしようと思いましたけど。はい、ここからはガンバ大阪 OB 丹羽さんです。よろしくお願いします。まあ、振り返るとガンバ大阪でも非常に濃密な時間っていうのが、はい、ありましたよね、はい、当時一緒にプレーしていたりしていた選手たちとどうですか、今でもこうコンタクトあったりするんですか、連絡だったり。ないです。あ、ないの。ほぼないですね。あ、そう、はい、まあ、今シーズンちょっとね、残念なことに宇佐美選手がちょっと長期離脱ということで、はい、ファンの皆さんも心配されてますけども、はい、まあ、そういう選手とかも全く。あ、たかしは怪我した時に LINE しましたね、はい、あ、ちゃんと帰ってきましたか。ちゃんと帰ってきました。なんか時差考えてくれよみたいな。それでも逆も言えるんじゃないの。多分僕は朝一、うん、違う、夜連絡して、多分たかしが寝てて、うん、朝に多分帰ってきたんですかね、うんうん、時間考えてくれよって言われてますけど、いや考えてるけどなと思いました。まあ面白い返しを相変わらずしてましたね。でもそのあたりの関係性というのは、じゃあもう今も変わらずっていうところですね。そうですね、はい。まあ、ですからガンバにとってやっぱり丹羽さんというのは未だにこうやって連絡取れる選手がいたりっていうところで、残した足跡っていうのが
今もしっかりとこの2022シーズン残ってるわけですけど、でもさっきもこうイベント出てたんですけど、やっぱりクラブスタッフの方が変わったりとか、はい、スタジアムの雰囲気が変わったりとか、うん、僕はそれでいいと思ってて、うん、やっぱりこう時代にこうアジャストするじゃないですけど、うん、こうどん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 変化していって、はい、新たなガンバ大阪を応援してもらわないとダメだと思ってるんで、うん、さっきもなんか千石さんにねちょっと話前に、現役の選手がこう試合前に話すっていうのは僕はめちゃくちゃいいと思いますし、新たなこうチャレンジっていうのはなんかしてるなっていうのをこうこっちに来て僕がいた時よりもすごいこうアップデートというか変わったのを感じてるので、それはなんかもうどんどんやっていって、なんかこう過去も大事ですけど、まあこれからこう未来に向けてこう突き進んでいくことが大事なんじゃないかなと思ってます。恥散歩。でもリハビリの時でさ、暇なの？いや気持ち的になんかこう不安になったりとか不安定になるの？いや気持ちは不安っすよ。不安なの？不安不安。ポジティブな感じじゃないんや。いやポジティブではないっすよね。あごめんね、ちょっとさっき丹羽大輝と喋ってたから、ね、もうなんか心の中がもうなんかポジティブな感じになってもらう。すごい丹羽大輝の効果あるな。いやいやいや。まあ、すぎて、あでも高橋とリハビリしてたんで、ああでも週もあもう入ってきました ね、はい、入ってきて、まあでも高橋がこうまあいろいろうるさいから楽しくやってましたけど、ええやん。なるほどね、いろんなでも助けあるんやろな。でも家とか帰ってもさ奥さんが助けてくれんやろな。まあでも僕もこういろいろ家庭のことやること増えましたからね、怪我によって。あ結構やんの家庭のこと？ やりましたね、送り迎えとか食器洗いとかもあるやし、洗濯も。黄金の手で食器洗ってんの？いや誰でもやるでしょそれは。それあれじゃん、もうカッサカサになったらほらこうなんかセービングゴム手袋、ね、ゴム手袋つけて、はい、田中さんってさ、存在大きいなやっぱり。あやっぱ知識いっぱいあるんで。でまあ時間あったらなんかそういうまあまだ膝とか高橋やったらアキレス腱とかそういう論文をなんか時間ある時はもうずっと読んでる人。こうしたらいい、ああしたらいいとか思うの引き出しがすごい多いし、体のそもそもの使い方とかもすごい詳しいんで、いろいろ。聞きまくってましたね。個人的にはでも調子は上がってきてる。はい、試合感もまあ以前のプレーとどのぐらいのパーセンテージ今的には。いやもうそうですね、80、90ぐらいまで。ほーってると膝の状態も。はい、今のところ膝の状態もなんか特に怖さもなく。怖さもなくなりましたね。昨日俺もその広島戦を解説してて、はい、であの東があの坂本一さんにあの壁作るときに右右っつって、今日叩き込んだ経験もあるこの島崎高専、指示を出す東口、2対0。一さんがずっと後ろ振り向いてなんかああみたいな感じで全然分かってなくて、右言うてんのあいつ右が分からへんくて多分。そうね、そうでめっちゃ大きい声で東って言ってるのに、そう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 、あみたいな。そうなんです。ほんでその右に動いた一歩があまりにもでかすぎて、そうそうそうね、左左左。お前コントやってんじゃん。そうなんです。そうなんですよ。すごいね。そういうことが起こるんですよね。起こるね、はい、あれね。だからなんか、まあ、違う選手はこう左って言ってるのにこっち行ったりする。ほんでこっちはしかも壁だけ作ったらいいわけじゃなくて、次壁作ったら次ショート の壁ともう一個こっちもポジション取らせなあかん、ほんでマークもさせなあかんから早くここを終えたい、うん、壁をね安定させてね。そうだからもう早く動けみたいな、ちょもうヒートアップしちゃいますよね。いやほんまにあれ見ててほんまにちょっとね笑ったもん。次もうその後に龍3枚の時にこうあもう結構やっぱスクランブルになるじゃないですか、あのメンバーも。ほんで
やっぱ決まってた位置じゃないところを守らなあかん場面が出てきて、龍が最終ライン入ってたんですけど、3枚壁3枚したいんですけど、もうここ全員高かったんですよ。だからその中で龍をまあここ3枚目に入れたかったんですけど、龍はもう3枚目行くなんて頭ないから、もうこれは本当に1対1だとレッドっていう形になるよ。 で、そして倉田にイエローカードが1枚ずつ。東口はかなり大きな声で選手たちに声をかけてコーチングをしています。龍壁入れって言ってもみたいな、動かへん指示出してんのに動かない。そう、俺ここちゃうけどみたいな、まあ行けって言われてるから行ったらええやん。そうそうそうほんでだっていうやり取りもありました。行けっつってだから皆さんね、ダゾーンで見られるときはそういうところも細かく見ながら見ると逆に面白いかもしれないですね、はい、サッカーの楽しみがまた出てくると思います、はい、怪我中に奥さんと結婚していてよかったなと改めて思った。現役終わったわっていう時にずっと隣いてくれたし、あんまり怪我とかそういうサッカーのことあんまり話しないです家庭では。いや、めっちゃします。いや、するんかい。で、思った回答が返ってこへんかったら機嫌悪くなる。